こえてますか皆さん。どうですか、聞こえてますか、電波大丈夫ですか、こんばんは。僕のね、そのインスタだったりとか、あとは SNS とかっていうのは、反枠派とか反コロとか、そんなんじゃないんですよ。自分の人生とか、あとは自由を迫害するものに関しては、ちゃんとね、勉強して自分が伝えられるようになった方がいいですよね。あとは人生はもう決断の連続なんで、決断できる人生にしてくださいと。そういう形で伝えてます。貨幣経済社会なんで、お金がある人の方が有利になってるので、僕は経営者として会社を経営して利益を出します。これが僕の仕事です。で、利益を出したらこれは社会貢献します。社会にとって必要な部分でお金を回します。で、これが経済活動って言われます。この経済活動をすることで国が活性化して、そしてそこで働く人たちも活性化していって、で、経済活動が夜活性化して日本が経済大国になっていく。一つは皆さんが困っているものを解決するっていうものが仕事です。困っているものを解決するんですけど、それが社会のためになっているのかっていうのが大事です。僕らの子供たちの世代のために役に立つのか、僕の存在はその子たちのためになっているのかなっていつも思ってやってます。ちょっとね、失敗することもあると思います。そういうのももうみんな勉強です。40、50歳になると頭ごなしに怒ってくれる人いないんですよ。アンチっていう人は実は気づきをくれる人だったりとか、違う意見を言ってくれる大事な存在だったりするんですよ。ただ量と質だと思います。100人ねフォロワーさんがいて98人アンチだったら、それはへこみます。フォロワーさんが半分以上アンチの人が、まあ半分以下だったりすると、そのいい意見として取って、で、改善すれば僕はいいと思ってるので、ぜひ職場とか会社と、あとは学校とか友達とかでも反対意見を言う人を敵と思わないでください。そういう考えもあるんですねと。で、勉強の一つにしてください。僕の強さっていうのは筋肉があるっていうことと、49歳にしたら若いっていうこと、そしてエネルギーが溢れてるってことがあるので、 SNS 上とかでも強いっちゃ強いんですけど、リアルがものすごいパワー出るんですよ。でリアルで会っていただけると本当に元気を与えることができるので、ぜひ僕に会いに来てください。子供たちと一緒に。僕もね、息子いるんですよ。今中1の息子がいるんですけど、まあ今いろんな事情があってね、離れて暮らしてるんですけど、彼も今も元気で頑張ってるし、子供たちの未来のために僕ら大人が何ができるかっていつも考えてます。なので子供たちの未来のために、なんで大人同士が揉めるんだ、何をやってるんだと思っちゃうんですよ。で、僕の立場だと強く攻撃するよりは笑いだったりとか冗談だったりとか、戦いは戦うんですけど、戦い方もあるんですよ。それっていうのはね、吉野先生と僕の YouTube でずっと伝えてるんで、それも見てもう学んでください。もう僕らって一番大事なの学びですよ。学びと行動です。行動めっちゃ大事です。あとは今の時代だと情報配信必要ですね。こうやって今コメントをいただけるじゃないですか。子供が元気が一番、今の大人が頑張らない、そうなんですよ。本当にそういうことなんですよ。子供たちの権利を守れるのは僕ら大人だけです。子供たちの権利何ですかっていうと、たくさん寝て、たくさん遊んで、たくさん食べて、そして愛されることだと思ってます。これ大きく4つだと思ってます。子供たちの愛される権利を迫害しちゃダメなんですよ。それが迫害させないようにできるのって大人なんですよ。声を上げること。さっき僕言ったみたいに、これは違うとか、これをやっていきたい、子供たちの未来を守りたい、じゃあみんなで情報配信、意見交換しましょう。目標が一つだったら意見全然違くていいじゃないですか。議論を言える場所を作りましょうと。叩き合いじゃなくて、足の引っ張り合いじゃなくて、目標は次世代のために大人が何をできるかだけなんですよ。そういうのをね、活動でみんなでできればいいかなと思ってます。で、子供たちの愛する人のための画面で、そう、愛の力ってめっちゃ強いじゃないですか。このおっさんがラブ&ピースとか愛言ってると気持ち悪いでしょ。でも気持ち悪いのもめちゃめちゃ継続してやると、あいつ気持ち悪いけどなんか話聞いてみようかなとか、あいつ2年間愛が大事だって言ってるからちょっと話聞こうかな、なるんですよ。僕筋トレ動画とかをね、SNS でアップした時、最初ね、キモイとかナルシストとかって言われましたもん。今誰も言わないですよ。だからそういうのを継続するってことです。継続して続けるってめっちゃ大事です。50歳60歳、愛の力大事ですよ。愛の力ってめちゃめちゃでかいんで、子供を愛するとか、動物を愛するとか、自然を愛するとか、もう大きく言ったらもう地球を愛するとか、自分の国を愛するって大事じゃないですか。愛の力ってのは大事なんで、言葉で言っていいと思います。思考は現実化するでしょ。思考っていうのはやっぱり言語化して伝えていかないと。愛されたいよ、私を見てという大人も多いよね。そうそうそう、愛されたかったら自分が先に愛してください。長さんかっこいいよ、ありがとうございます。僕は謙遜するタイプじゃないので、全ていただきます。ありがとうございます。毎朝同じ時間に起きる、セミナーで伺った次の日から今日まで来るとすごい体の調子いいでしょ。僕もね、飲みすぎた次の日って眠いんですけど、でもそれは一瞬なんですよ。朝僕は5時半に起きるって起きて、そっからね、日の光浴びて消化体のメラトニンをピッて止めて、で14時間後から16時間後に分泌されるまで能動的に動いて、そして分泌
され始めるとこう眠くなるんで寝ると。自分からです。そう、他人と過去は変えられないって言うんですけど、本当で今から自分が動くだけ。それを影響された人が賛同してくれるんです。僕もう十何年前からこう SNS 始めたら、最初なんか誰も見てないですよ。でもそれをずっと続けることで誰かが賛同者になっていただいたりとか、こういう活動がね大きくなって、で皆さんの影響を与えられる存在になっていくわけですよ。張さんのお話は具体的で熱量が伝わっており、ありがとうございます、ありがとうございます。もう本当にね、もう熱だったりね、エネルギーしかないですね。あんまり頭は良くないので、感謝と貢献、そう、人って貢献と、まああと情報ですよね。情報の生き物なので、情報好きでしょ皆さん。いい情報っていうのはいい人間関係から生まれるんです。もうこれネットでは出てないものっていうのは本当に人から伝わっていくので、そういう良質な人間関係持てるように、自分の魂を磨いて上の層に行けるように頑張りましょうね。チコさん若々しい、ありがとうございます。自分からやつ声かけちゃうの変なやつと思われてますが、それが嬉しい。そう、変なやつでいいんですよ。だって印象残ってるでしょ、あいつやばいよねって印象残ってるじゃないですか。で、印象残んないとっていうのはいい人なんですよ。いい人っていうのは僕から言わせるとどうでもいい人なんですよ。だから変なやつだなとか、あの人嫌いっていいんですよ。そこで印象残るから、変なやつと嫌いっていうと下じゃないですか。あと印象ちょっと変えれば、あれ？あの人やばいとか、あの人キモいけど実はいい人かもみたいな評価が上がるんですよ。この逆はイケメンなんですよ。イケメンって会った瞬間イケメン、うわかっこいい、うわこの人素敵かもから来るんですよ。そうするとトークが下手、挙動ってるイケメンっていうのは全部マイナス評価なんですよ。めちゃめちゃ可哀想でしょイケメン。なんかあの人嫌いかも苦手かもって思われた方が評価上がるんですよ。イケメンはマイナスだって、僕らプラスだってです。そこをプラスにどう捉えるかだけなんです。だから継続したりとか情報配信必要だし、学びながら伝える、あとは環境を変えたりとか付き合う人を変える。僕ねライブ配信で言ってるのでほとんど同じことしか言わないんですよね。それだけなんですよ。もう基本答えはシンプルです。過去と他人は変えられないって言うんだったら、今から自分を変えればいいじゃないですか。だから未来を作っていけるでしょ、今から自分が変われば。たったそれだけですよ。